はい、今回ご紹介します Android 端末用のアプリはメモに関するアプリです。標準の、アプリでも、メモに関するアプリが入っているんですが、ちょっとね、標準アプリはちょっと使いにくいなということで、メモ用のアプリを、探しておりました。なんとか、かっこいいのを見つけたんですね。ちょっと英語の、発音合ってるかどうかわかりませんが、ここ、モビスルノーツライトという、無料の、メモ用アプリです。タップしますね。はい。ここに、上にタイトル書いてます。モビスルライ、ノーツライト。無料版ですよって書いてますね。あらかじめ、デモとして2つの、メモを、入れてみました。まあ、インフォバ A01、おしゃれな、端末には、こういったデザインの凝った、メモが似合うのかなと思っておるとこです。とね、メモの作り方なんですけれど、ここに、プラスボタンがあります。このプラスボタンを押すと、新しいメモ帳が現れます。で、タイトルというところをタップして、入力できる状態にして、タイトルとか、あとメモを、書いていくんですが、これですね、リストとテキストってあります。リストっていうのが、チェックリスト、チェックボタン付きの、リスト風のメモにする。トゥードゥリストとかね、あと、お買い物リスト、いろんな、リストを作る場合には、このリストというボタンをタップすれば良いかと思います。また、普通の、単なるメモであれば、このテキストというところを、タップして、で、メモを入力していけばいいですね。あらかじめ、それ書いてるんですが、例えば、資料作り、これは、チェックリストにしてみました。と余分なものがあるんですけれど、これはこれで消しときましょう。よいしょ。で、これパワーポイントがちょっと一マス、下がってますね。とぶら下がりのようなメモにな、リストになってるんですが、これはですね、ここスライドすることによって、元に戻せます。もう一回これを、右にスッといくと、このようにしてぶら下がり、のメモチェック、メモリストを作ることもできると、結構優れものですね。使い勝手が良いかと思います。あと、普通の、テキストのやつはこんな風にね、どん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 、日本語を打っていけば、問題なくメモができます。それとこれ、ここに、メールのボタンがあります。これタップすると、はい、このようにして、送信するための選択アプリケーションということで、どこに送信しますかということで、当然、メールで、メモを、送信することもできます。あと、エバーノート、ドロップボックス、あと、いろんな、ソフト、Google ドキュメント、ボイス投稿とか、いろんな、アプリに、対応してますんで、メモを活用することが、できるのかなと思います。はい。あと、メニューボタンを、タップすると、設定ボタンがあります。設定で、メモを開いた場合に、当初、チェックリストとしてスタートするのか、テキストでスタートするのかということを選択することができます。あと、時間の、24時間の表示とか、クリック可能なリンク、ね、これをタップしておけば、クリック、リンク可能になりますよといった、いろんな設定をすることができます。それと、先ほどメニュー、メモをロックする、大事なメモはこれで、ロックしておくということでね、メモをロックすることができるんで、これでパスワードを、入力して、
メモをロックすることもできます。はい、無料でね、これだけ使えて、結構、おしゃれな、レイアウト、デザインになってますので、あと、メモアプリを探してらっしゃる方は、この、モビスルノーツライト、これを、試してみてはどうでしょうか。ね、ワンタッチで、リスト、テキストというメモができますんでね。で、これチェックリスト、これ、終わりましたと、これ、トーンタップすると、あれ？あれあれ？終わったやつが下に自動的に移ります。はい、写真加工も終わりました。あれ？すいません、タップの仕方が悪いんで。よいしょ。いきませんね。すいませんね。よいしょ。あれあれあれ。はい。という風にして、ちょっと、画面の反応が悪いんですが、終わったやつはどん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 下の方に、リストが、順番が変わっていきますというところも、結構使えるのかなと思います。はい。今回は、無料のアプリ、モビスルノーツライトというメモアプリをご紹介しました。どうぞ、試してみてください。それでは失礼します。